はい、皆さんこんばんは。なんか久しぶりの実況ですね変な感じするな。はい、で今日はですね、ダースモール新ツム使ってジャイロありでプレイをしてみたいと思います。まあスコアアタックの方はジャイロなしでやったんですけど、まあジャイロありでまあできるかどうかっていうのを見ていきまーしょいと。まあぶっちゃけね、スコアアタックやってる時にまあ何度か試したので、まあどうなるかっていうのは知ってるんですけど、やっていきまーす。はい、殺せ。で、最初ね、右に倒して、野獣とか、ジェダイとかと一緒で、右に倒して、スキル。はい。ちょっと倒しすぎかもしれんけど。今のだと全然、切ったところも、こんぐらいにしてみようかな。ほい。7、6、6、6、6。8消せないとね、タイムボムが出ないので、ちょい厳しいかな。はい、今度左。ほい。左の方が若干いいかなっていうのはあります。ほい。最初のね、切り方が、なんだ?右下に切ってくれるのと、最後ね左側切ってくれるっていうのもあって、左に倒した方がまだいいかな。最後の大きい一振りの前のが8以上で消してくれることが若干多い。もう一回だけいこうか。うん、9で消えてたね今。おーっと、で次ちょっとねふわっと浮かせて、おっと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 、はい、7666。これだとねあれだよね、最後の消去数多いやつが全然消してくれない感じかな。ここで戻せば、あーでも微妙やな。で、まああんまり意味ないけど、さあ真上ほぼ消してくんないね。はい、一応右左真ん中上ってやって、まああんまり変わんないかな。普通にやった方がいいかもしれないですね。一応最後の大きな一振りだけボム巻き込みになってるので、スコアボムはね、なるべく残していきたいですね。今は全く意識してないですけど。これで500、うーん、素点600か。まあ、倒すんだったら左側に倒した方がいいかもですね。一回左側でちゃんとやってみようか。まあ、ジャイロっていうのがね、ちょっとね、やりづらいので、単純に普通にプレイするのだ。お。あと、ダースモールがね、スキルが重たすぎ。はい。ここで、スコアボムは残す。ちょっと左に倒す。8で消した。で、一回戻そっか。で、消す。まあ、1000万は行きたいよな。逆にスキル6で1000万しか出ないんですけど。はい。9。でも最後の一振りが28、ちょっと多くなったかな。倒してるおかげで。スコアボム巻き込みで、29、おお、いいじゃん。お、重たい。スキルが重たい。はい、はい。
9から30。あー、暖房が見づらい。お、お、タイムも出てきてくれた。お、意外といい感じか。思ったよりも、お、ゲージも繰り越して。あー、でもスカーブーム、そっか、左に倒してるから左に流れちゃって消せない時があるのか、巻き込んでくれない時がある。あ、それがデメリットか。1個はいい、消しちゃって。タイム出るね。おお、マイツムも結構出て、ああ間違えた。はい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 。思ったよりも点数出てるぞ。おお、16秒。お、タイム出てきてくれた。ああ、でも巻き込んでくれなかったね、今。2つ巻き込んでくんねえかな。巻き込まんか、さすがに。はいはいはい。うわ、入れんかった。あー、もったいねえ。お、ナイス。これもう一個来てくれたらいいけど。おお、来た。あ、やべえ。スコアタの動画より出てる。待って待って待って、予想外予想外。あー、無理か。もう一回スキル使いたかったな。結構いったぞ、473。まあ前積みも多かったし、タイムも割と出てたから1700。1700か。いいねいいね。ちょっと予想外な部分はありましたけど、どうかな。でもね、ジャイロなしだと最初の一振りも割とタイムが狙えたりするので。あ、でもスカーボム巻き込みが一番でかいのかな。まあ今回はどっちも運が良かったので。でも正直ジャイロなくてもあってもん、あ、ジャイロをしても劇的に変わることはないので、まあプレイしやすい方法でやっていただけたらいいんじゃないでしょうか。はい。はい、ということで今日の動画ね、以上になります。はい、よろしければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それではバイバーイ。